ヤズヒタオンザロード旅人の今宗幸です。仙台駅前からこのヤズヒタオンザロードのオープニングを撮るのはこれで3回目になります。震災から2ヶ月が経ったあの5月、そして1年前今日、もうそろそろ東日本大震災から2年が経とうとしているわけですけれども、今僕の目の前に広がっている仙台駅前の風景、本当に活気があります。タクシー、バス、人の流れ、新しい東方形なんて看板もあったりするんですけれどもね。皆さんの気持ちはどうでしょうか。2年前、1年前と何か変わってるかもしれません。今回のヤズヒタは震災から2年、忘れないで宮城編と題してお送りしていきます。昔会いに会ったあの人たち、もう一回会いに行く旅にします。どうぞ今日も最後までお付き合いください。中はもちろんとても大変な状況になっていて、で今やっと2年越しです。この中に僕ら入ってこれまして、ようこそ。いや本当ありがとうございます。いや、よかったですね。本当なんかもうその言葉しかないわ俺。入り口入ってから何か変わった点とかあるんですか。本当そうですね、やっぱり1階部分が壊滅的な被害を受けましたので、こういった装飾品とかも、まあ、新たに作り直しまして、はい、ロボコンが目の前にね、とか、はい、キャラクターが登場したりとか、はい、この部分は、はい、まあ、装いも新たに、はい、まあ、一言で言うと本当にお待たせしましたという感じで、ありますけれども、なかなか復興の進まない石巻の、状況ですが、まあ、漫画館から全国のご支援いただいた皆さんに頑張ってますと、こうありがとうございましたというパワーも発信できればいいなというふうに、はい、思っております。ね、あの時違いちょうど放流しようかななんておっしゃってた時だったと思うんですよね。それが今ね、牡蠣がいっぱいこうここには積まれている状態で、そして今殻を剥くと、おお、いいっすね。大きいっすね。これ頬張るの大変だよ。何もつけないでこのまま、ね、このままだって重いもん。おおお、いただきます。これはうまい。まあ、まだまだ宮城の牡蠣はスーパーに並ぶことも少ないと思うんですけども、まあ、必ず復活しますので、買って食べていただけたら、まあ、それだけで私たち嬉しいです。お久しぶりです。どうもご無沙汰しています。あの時震災から2ヶ月で、もう一人宇治家というね、あ、はい、宇治家さん、はい、レポーターも一緒にいましたけれども、はい、あの宇治家と一緒にアンテナを、そうですね、アンテナを市役所にですね、立てたのが非常に記憶に残ってまして、あの時ね、いわゆる仮設のスタジオというかですね、はい、だったので機材もいろいろ狭い中で皆さんやりくり大変そうにされてましたけれども、ね、はい、いつですか、こちらに移ってきたのはですね、おととしの12月ですね。はい、なので1年と少し経ちました。はい、随分落ち着きましたか。じゃあ、なんとか機械がですね、やはりだいぶ津波でやられたもんですから、はい、なかなか揃わなかったんですが、うん、やっと今少しずつ揃ってですね、まあ、前と同じぐらいの機械は揃ってきました。お邪魔します。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。どうもやってまいりました。ヤズヒタオンザロードでございます。お待ちしておりました。本当ですか。はい、本当です。1年前にね、僕らもお世話になりましたけれども、ずっと気になってたんですよ。はい、あの図書どうなったんだろうなって、本棚どうなってるんだろうなって、はい、と早速そちらにご案内していただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。わあ、このなんかこの廊下ね、このひんやりとした廊下を歩くと思い出すね、なんかね。うわー、すごい。ここですよ、軽運動場。もうちょっとした体育館みたいな場所ですよね。はい、声も響きますけども、
綺麗に棚が並べられて、それぞれ本の種類別に分類されて、しかも入り口入ったらフロア案内図なんて手書きで書かれてて、ちゃんと図書館じゃないですか。昨年来ていただいた時は、ここになる前も本当に棚をただ並べて本をそこに置くっていうただのそれだけだったんですけれども、さらにあの後もう一回ボランティアさんにお願いして、本を整理してちゃんとこの分類上に並べて、きちんと整理するっていうのももう一回やったんです。あれからでも1年の歩みっていうのはいかがでしたか、鈴木さん。ですね、図書の利用も震災前の大体7割8割ぐらいまでは戻ってきているんです、であと新しい本も買ったりとかもしてますし、やっぱりこうある程度戻ってきたのかなっていう感じはありますね。町の人たちもやっぱりこう新しい人たちが来ることによって、変な話忘れられてないっていう気持ちになると思うんです。そうですね、私とても嬉しかったんですけど、今日本当皆さんが来てくれたことがすごく嬉しいんですね。で、また行きたいんですってお電話をいただいたんですけど、最初すごくびっくりして、あ、そういうふうに思ってくれてるんだって本当にありがたくて、でさらにその1年とか2年の節目でまたこういうふうに取材をしてくださって発信してもらえるっていうのがすごくありがたいな、嬉しいなって思ってるんです。本当に、はい、付け足していただいたからそれは本当だと思います、はい、ありがとうございます、はい、でもこれは節目でもないですし、現在進行形の中でこうやって僕らもまだまだまた来たいなと思ってますし、いろんな人に知ってほしいなと思います。だってそこには人の生活があるし、人がいるんだもん。来なきゃ嘘だよね。